中日立浪さん、80年ぶりに大記録を更新する。今季の中日は、一度も4連勝がなかった。これは80年前の山陽軍以降の記録だ。よくまだ最下位じゃないもんだな。さすがは立浪ドラゴンズ、素晴らしい記録を、次々と打ち立てていく。早くやめてくれ。4連勝できない理由をしっかり分析しろよ。これ、金もらって矢を調してるだろ。また、負けに対する伝説を作ってしまったのか、とりあえず早打ちカット打法は凍結してくれ。そや、すぐ帰るわ。沈下す球団やな。立浪さん、お辞儀したら一瞬で帰るのくさ。完封とはこのことやな、チャンスすら作れなかった。マダックス阻止できると思ったら無理なんかよ、打線がひどすぎるわ。たまには投手を助けろよ。歴史を感じるね、立浪さん。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。